はい、皆さんこんにちは。今日は日曜日ということもあって、普段と違って少し、柔らかいものを紹介したいとそう思います。実は釣りに行ってきたんですけど、今日は坊主でしたので余計にこっちになりました。紹介したい本はこれです。じゃじゃん。子供六法、山崎総一郎さん著ということで、早速読ませていただきました。今結構話題になってますよね。この本ですね、とっても見た目が可愛くて、こんな感じでイラストがね、とにかく可愛い感じで、作者は、小学生の頃に、いじめにあったと。腕の骨を骨折するほどのいじめにあった山崎総一郎さんという方です。結構お若いんですよね。1993年生まれと言いますから、まだ20代で、なんとうちの娘と年同じですね。93年生まれと言ったら本当に、若い方が書かれた本です。いじめを教育によって解決したいということで、法律的にどんないじめがものに法律に触れるのかっていうことをはっきりさせてですね、子供たちに、まあ、中にもすごくイラストがいっぱい入っててですね、いつでもパラパラとめくってですね、こういうことをやると犯罪だよっていうことを教えてですね、何よりやられてる側の子が、僕が悪いんじゃないかとか、こんなことされて恥ずかしいとかいうのを思わないで済むように作ったということで、素晴らしい本だと、そのように思いました。作者の方は、まあ、先ほども言ったように小学生の時にひどいいじめにあったんですけども、中学生になった時に今度は自分がいじめる側に回ってしまったということで、まあ、多くの方が経験しているかもしれませんが、加害者にもなってしまったと、いうことで、まあ、いじめをなんとか解決したいということを思ったんだそうです。で、まあ、ずいぶん前の動画でもお話しましたが、何を隠そう、私も加害者だったことがありまして、そのことは今も、胸に突き刺さったままです。その頃私がしていた、もう取り巻きとか、見て見ぬふりとか、その他大勢とか、そういうことを言って逃げるつもりはありません。私の場合はもう本当先頭を切ってやってました。かなり暴力的なことをして、おりましたので、もうはっきり言って犯人ですね。小学生時代の私は刑法を犯した犯人でございます。そのようにですね、小学生時代から思えたら、いじめに遭っている子たちが救われるんじゃないかということで、この本が書かれています。とても素晴らしいと思いました。最後の方にですね、大人向け後書きというのもありましてですね、それを読むと、大人が一体、子供はそうして読んで、いつでもこれを見れるようにしておいてほしいと書いてあるんですが、大人の方はこれを読んで何ができるか考えてくださいということを山崎さんはおっしゃっています。ラジオにも出演されていて、確か久米宏さんのラジオに出演なさっていました。それを私、久米宏さん大好きで、ラジコのタイムフリーで、タイムフリーじゃないですね、エリアフリーで、いつも聞いています。土曜日のラジオなんですけどという番組なんですけど、そこで話しておられました。私痛くですね、感じるものがありまして、この作者の方のですね、早速本を買ったと、そういうわけです。そこで、最後の後書きに、あなたが何をできるか考えなさいという、考えてほしいということが書いてありましたので、今それを実行させていただいております。私はいじめる側の人間でしたので、はっきり言って、もういじめられているあなたは自分が悪いなんて思う必要は一つもありません。そのことを言い切れます。いじめる側に、まともな理由などありはしません。よく暇つぶしであるとか、いい加減な理由でやってるんだという議論がありますが、全くその通りです。私がいじめる側だったので間違いありません。全くいじめる側に、正しい
その、なんだろう、理由などありません。あるのは言い訳だけです。それがバレた時にいろいろ言われるじゃないですか、大人から。それでもっともらしいことを言いますが、そんなのは全部言い訳です。やっている理由は、ただ、ちょっと、あいつがムカつくっていうか気に食わないとか、まあ、ちょっとしたことなんですよ。本当にどうでもいいようなことでこうきっかけを見つけて、人をいじめて喜ぶと、まあ、自分より弱いものを大体ターゲットにし、それをこう蔑んだり組み敷いたりすることによって まさにマウンティングなんですよね。マウンティングしてたんですよ、小学生の時に。馬乗りになってこう相手を引っ張るなんてことも平気で私はしてましたので、本当の猿のマウンティング以下です。その猿が、私のやっていたことをお前の行為と例えてるんだぜなんていうことを人間が猿に言えたら、猿は言葉が喋れたらこう言うでしょう。俺たちがやってんのはね、子孫を残すために必要なことをやってるんで、お前たちのとは違う、一緒にすんなって言われると思います。お前ら下等な動物だなって、そう言われても言い返せないほどいい加減な理由でした。それをまず、告白させてもらいます。もちろんですね、これを買っていただいて読んでもらうのが一番いいんですけど、今現在いじめられている人はそのお金の余裕も買いに行く精神的余裕もないかもしれません。なので、ぜひですね、この本が作られているホームページなどもありますので、そちらの方に、アクセスして、中身を少しご覧になっていただいたりしたらいいのかなというふうにも思っています。で、私の方は中身のご紹介ですからもうちょっとお話ししておきたいんですが、この本の中には六法のうち、小法といって小学生とかにあまり関係ないのだけは抜いて、少年法をいじめ対策防止推進法が入っています。なので全部で7個の法律が、書かれております。一つは刑法、二つ目刑事訴訟法、三少年法、四民法、民事訴訟法、日本国憲法、いじめ対策推進法ということで、それぞれの法律がとにかく優しい言葉で、それから振り仮名が振ってあるんですよ、この本。全部の法律に振り仮名が振ってあるので、とってもわかりやすいです。そうですね。この帯でも紹介されてるんで、このやつですね。気軽に死ねと言ってはいけないよ。気軽に死ねと言っていない。帯でも紹介されてるやつです。刑法第202条、自殺関与及び同意殺人。人に死ぬことを勧めたり、手伝ったりして自殺させた人、または本人に頼まれたり、殺してもいいと同意を得たりして殺した人は、6ヶ月以上7年以下の懲役か禁錮にします。すごく分かりやすい言葉で書いてあるんですよね、全部の法律がですね。そうだ、誰もが知っているやつで言うと日本国憲法いきますか。日本国憲法全部もすごく簡単にされていていいですね、この本は。はい。私、暗唱できるだけで、憲法記念日の日の動画にあげましたが、走りながら暗唱するという、なんだかチンケな、変な、今から見ても恥ずかしい動画をあげましたが、その私から見てもですね、これは本当にわかりやすくなっています。あちらの方を、本当の文章の方を暗唱するより、こっちを暗唱した方がいいかもしれません。いや、いいかもじゃないです。いいですね、こっちを暗唱した方が。それくらい、こちらの方が、素晴らしい、ものになっています。ちょっと読んでみましょうか。全文のところね。そもそも国の政治というものは、国民の信頼がなければ成立しません。そもそも国政は国民の厳粛な信託に基づくっていうところです。ですから、国が
決定することや行うことの正しさは国民が認めることで成り立ちます。その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受するっていうところをこのように書いています。その権力を使うのは国民の代表者ですが、それによって得られた利益や幸福は国民が受けるものです。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基づくものであるっていう部分を、これは人類が生まれ持っている当然の権利です。我らはこれに反する一切の憲法法令及び省直を排除する。私たちはこれに反する一切の憲法や法令をはじめとするルールや命令を受け入れません。なんて素晴らしいんでしょうか。一ページ丸ごと読んでしまうとですね、著作権の侵害にあたると思うのでこれぐらいにしておきますが、私はですね、先ほども申し上げた通り、日本国憲法、まあ全文だけなんですけどね、全文と9条と1条は大丈夫ですね。まあ他にもいくつか暗記しているものがありますが、そらんじていますので、全文だけは。ここは本当にわかりやすい。こんなわかりやすい本ないです。ぜひですね、もしも、ちょっと、こう1200円。いや、お安いんですよね。こんなに分厚い本なのに。1200円ですから、まあ、大人が何ができるかっていうことを最初にお話ししましたが、お子さんのいらっしゃる方はぜひ買っていただいてですね、一家に一冊、この本を置いておいていただきたいなと、このように、思っています。それとですね、もしも子供さんでこれを見ていて、欲しいな、この本欲しいって思った人はですね、今度は、親御さんに頼んでみて、もしダメだと言われたらですね、学校の図書館に入れてもらうようにしましょう。先生に頼んでみてください。この本が、こういう本があるんだよって。いや、この動画を見てもらってもいいです。この本があるんだよって。こういう本があるんだよって。ぜひ、小学校の図書室に、中学校の図書室に入れてください。と言えばですね、これを、実際中を検討してですね、いや中というかこう書評や、まあ世間でかなり新聞などでも紹介されてますから、それを検討して入れない学校はないと思います。必ず入れてくれますので、皆さん特に小中学生の皆さん、一言担任の先生に言ってみることをお勧めします。担任でなくても司書の先生でもいいですし、その係の図書室の係の先生が必ず図書の係の先生というのが学校にはいますので、いなければ読み聞かせで通っている地元のお母さんやお父さん、近所のおじさんおばさんでもいいので言ってみてください。必ず入れてもらいます。そして入ったらみんなで読みましょう。そういうことを、それをお勧めして、私の今日の動画は終わりたいと思います。あともう一つですね、いじめを判断する基準はたった一つ、本人が苦しい、本人が嫌だって思っていたらもういじめだと、法律的にそうであるということがはっきり書かれていますので、そのこともお伝えしておきたいなと思います。それでは、これで今日の動画を終わりにしたいんですが、一つ、もう一つの方の別の話をしておきたいと、この本とは直接関係ない別の話をしておきたいと思います。十二国旗のレビューをずっと上げていたんですが、全部の巻のお話を聞きたいというか、ぜひ上げてほしいということを知り合いからも言われましたし、動画の なんとかなんて動画の、いや、それも覚えてないんです。まだね、1年ぐらいしかやってないんで、動画の、コメント欄のところからも、言っていただきましたので、私、かなり、時間かかってしまうかもしれませんが、十二国旗のレビューをですね、全巻していきたいなと、このように思いました。話をくださった方のお名前を申し上げておいた方がいいでしょう。話しようというか、コメント欄から、ほぼほぼコメント欄からこんな、よいしょ、コメントをいただいたのは、
初めてですので、私感激しております。島村春さん、島村春さんという方から、コメントをいただきました。北海道ジョギングさんの十二国旗関連の動画を楽しく見させていただいています。ありがとうございます。今後十二国旗シリーズ全タイトルの感想動画を上げられる予定があれば嬉しいです。このように言っていただき本当にありがとうございます。私、頑張って上げてまいりたいなと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。また別な今日のような、本の動画も上げますので、ご覧になっていただけたら嬉しく思います。この本に書いてあるいじめ問題についてはですね、大輝がなぜあのように成長したのかというところと深く深く関わっているような気がするんです。私は、大輝はいじめを受けてましたんでね、そういうところもね、小野冬美先生を読んでいてさらに深く深く思考してまいりたいなと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。どうもコメントいただき本当にありがとうございました。それでは皆さん、これで本当に今日はおしまいです。ごきげんよう。さようなら。